11月10日土曜日、阿戸川公民館で平成24年度高島市民病院研究発表会が行われました。研究発表会では部署ごとに3群に分かれ、繊細な手術が安全にできる技術や救急現場に居合わせた人による応急手当の必要性、県内初導入の医療用ピクトグラムの運用状況など10項目について発表が行われました。会場には100人を超える方が聴講に訪れ、質疑応答なども行われ、活発な研究発表会となりました。この研究発表会は病院職員や救急隊員などが日常業務の取り組み状況や研究の成果を講演発表するもので、毎年この時期に開催されています。